サーゴは、アメリカ海軍の潜水艦。サーゴ級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語で、大化に属する魚の総称を指すサルゴにちなんで、命名された。なお、退役から12年後に、スケート級原子力潜水艦3番艦として2代目、サーゴが収益している。 ヨーロッパマダイヘダイサーゴは1937年5月12日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1938年6月6日にチェスター・ W に三ニミッツ夫人によって命名、浸水し、1939年2月7日に艦長 e ーオ o ーマンズ少佐の指揮下収益する。南アメリカの東部海岸沿いでの成長後、 サーゴは1939年7月にニューハンプシャー州ポーツマスを出港し太平洋艦隊での任務に向かった。パナマ運河を通過して8月中旬にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。続く2年間、サーゴは東部及び中央太平洋での作戦活動に従事した。その中には百四十一年秋の四十日に及ぶミッドウェイ島及び マーシャル諸島での紹介訓練も含まれた。サーゴは1941年10月23日に新珠湾を出港し、11月10日にマニラに到着。日本軍が12月7日に新珠湾攻撃を行った当時、サーゴは艦長ティレル DJ コブス少佐の指揮したマニラで活動中であった。12月8日、サーゴは最初の紹介で、 仏通インドシナ沿岸を呼び、オランダ領東インド諸島方面に向かった。紹介では、敵貨物船に対して、別個に8回の攻撃を行ったが、マーク14型魚雷の誤動作により、いずれの攻撃も成功しなかった。その概要は、以下の通りである。サーゴは、重要情報に基づいて、カムラン湾に向かうが、 12月14日朝に3隻のアタゴ型従順二王艦を発見する。3隻の従順二王艦は15ノットの速力で南に向けて航行していたが、サーゴは攻撃態勢に入れなかった。また、輸送船団を発見した時には懐に入り込んで、貨物船に向けて魚雷を1本発射したものの、発射後18秒で早期爆発を起こし、 魚雷の性能に対し改めて疑念を抱かざるを得なかった。12月24日にも2隻の貨物船を発見し、個々の目標に対して距離900メートルから魚雷を1本ずつ発射。しかし、これも命中しなかった。サーゴは、艦首艦尾双方の発射艦から合計8本もの魚雷を発射したものの、すべて外れた。 12月26日朝にも3隻の貨物船を発見するが攻撃できなかった。翌12月27日夕刻、サーゴは2隻の貨物船に対して3度にわたって魚雷を2本発射するも、またもや獲物を取り逃がしてしまう。年明けた1942年1月4日、サーゴはタンカーを発見して魚雷を発射するも、この時も、 魚雷の不具合によって命中しなかった。一連の不始末に、サーゴから、司令部に対して、マーク14型魚雷に関するレポートを送信した。1942年1月20日、サーゴは、マカッサル海峡の暗礁で座礁した S-36 の乗員救助を支援し、浮上した上で遊軍機と水上艦艇への通信中継を行った。オランダの商船。 シブロートによる乗員の救助後、サーゴは、ジャワ島に向かった。1月25日、サーゴは48日間の行動を終えて、スラバヤに帰島した。2月5日、サーゴは2回目の紹介で、ミンダナオ島近海に向かった。出港前、サーゴは、スラバヤで、残りの魚雷と3インチ砲弾225発を下ろし、 フィリピンの連合軍部隊が必要とする30後継砲弾を搭載して出航した。2月14日にミンダナオトーポロックに到着して50トンの弾薬や砲弾を届けた後、サーゴはクラーク基地から脱出してきた24名の航空機パイロットを乗せた。2月22日、サーゴは25日間の行動を終えてスラバヤに帰島しかし、 日本軍の進撃はいまだやまず、国一国とジャワ島に迫っていた。2月25日、サーゴは、ジャワを脱出する31名の乗客を乗せて、オーストラリアに向かった。3月4日、サーゴは、フリーマントル沖で、日本軍潜水艦と誤認され、連合軍機による攻撃を受け、爆弾が、近距離で爆発し勝破した。3月5日、サーゴは、フリーマントルに入港。 艦長が、リチャード・ v グレゴリー・少佐に変わった。当初、2月25日から3月5日の公開は3回目の紹介として扱われていたが、最終的には紹介としては扱われなかった。3月16日、サーゴは3回目の紹介で、インドシナ半島方面に向かった。バラバク海峡を抜けて、ボルネオ島北岸海域に到着し、 インドシナ半島沿岸部でシンガポールと台湾観光路を紹介した。紹介期間中、4月14日に8000トン級武装商船と5000トン級貨物船に対し、4月15日にはビシー政権側の商船に対してそれぞれ攻撃を観光したが、どちらも戦果はなかった。5月7日、サーゴは52日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰祷した。6月8日、サーゴは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。マレー半島から、タイランド湾を紹介し、7月8日に、マカスサル海峡で、小型タンカー1隻に対する攻撃を行ったものの、それ以外の戦闘はなく、目立った戦果も上げられなかった。8月2日、サーゴは56日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還した。 8月27日、サーゴは5回目の紹介で、セレベス海、南シナ海方面に向かった。9月8日未明には大型、あるいは中型の船舶を護衛する2隻の駆逐艦を発見するが、駆逐艦に攻撃を封じられた。9月23日にも煙を目指して接近し、中型貨物船に対して魚雷を発射するも命中しなかった。翌9月24日は、 駆逐艦3隻のスクリューンを探知し、やり過ごす。9月25日、サーゴは、インドシナ半島パダランガ岬沖南東海域で、駆逐艦カルカヤが護衛する、第336船団を発見し、輸送船ミカドモチマルを撃沈。サーゴは撃沈後浮上して、砲撃と銃撃を行った。10月25日、サーゴは59日間の行動を終えて、 フリーマントルに帰島艦長がエドワード・エスカルミック・少佐に変わった。この後、サーゴはブリスベンに開港され、11月9日に到着した。11月29日、サーゴは6回目の紹介で、ソロモン諸島方面に向かった。1942年の大晦日、サーゴはティング・オン・島とニューハノー・バー島を結ぶ海域で、 ジグザグ航行している7500トン級タンカーに、対して先行したまま4本の魚雷を発射した。激しい爆発音を観測し、船の破壊される雑音も観測したものの、戦後の日本側の記録では、船の撃沈は確認できなかった。1943年1月10日までークに、とどまった後、進路を東に向けた。1月13日には、 97式飛行艇の爆撃を受けたが、被害はなかった。1月21日、サーゴは53日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。メアアイランド海軍造船所で3ヶ月のオーバーホールを受けるため、サンフランシスコ湾へ向かった。オーバーホール終了後、ハワイには5月10日に帰還した。5月27日、サーゴは7回目の紹介で、 トラック諸島近海に向かった。トラックとグアム及びサイパンシママの航路隊を紹介。6月13日夜、サーゴは、ヤップ島近海で、ラバウルからパラオに向かう、を704船団を発見。サーゴは先行したまま攻撃を行い、陸軍輸送船ナ南丸を撃沈した。ナ南丸撃沈後、 サーゴは周囲を観測して艦艇がいないのを確認してから浮上する。朝になって、お704戦団を再び発見し、昼頃には2隻の輸送船に対して来撃を行ったものの、護衛の苦戦艇が反撃に出て爆雷攻撃を行う。この反撃により、全部の一番発射艦が使用不能となったほか、空気系統も損傷したが、修理して切り抜けた。 6月17日にも4隻の輸送船と1隻の小型タンカーからなる輸送船団を発見するも攻撃ポジションを取ることができなかった。7月9日、サーゴは43日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島した。8月1日、サーゴは8回目の紹介でトラック近海及びマリアナ諸島方面に向かった。しかしながら、 ウェイク島近海を航行中の8月6日に3番主電動機のケーブルがショートする事故が起きる。応急修理が行われるも、3番主電動機は出力を抑えたまま使用するほかなかった。この紹介では、トラック北方を、ついでサイパン島及びテニアン島近海で行動したが、目標との接触は多くあれど、攻撃は8月29日に一度行われたのみで、 戦果はなかった。9月15日、サーゴは46日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がフィリップ W ガルネット少佐に変わった。10月15日、サーゴは9回目の紹介で、東、シナ海に向かった。11月9日、サーゴは北緯21度40分、東計131度12分。 北緯21.667度統計131.200度、21.667、131.200の地点で、パラオから再起に向かっていた府503船団を発見。陸軍輸送船タガマルに対して、魚雷を6本発射。1本が命中し、航行不能に陥らせた。タガマルは、上院等を護衛の駆逐観察機に移乗させた後、放棄される。 サーゴは浮上して、タガマルに対し3インチ砲弾65発を打ち込んで、これを沈めた。11月11日には、北緯27度40分統計130度24分、北緯27.667度統計130.400度、27.667130.400 27. の地点で再び不五百三千段に対して、 攻撃を行い、陸軍輸送戦郷西丸を撃沈。翌11月12日、サーゴは、今日、西丸の生存者である将兵5名を救助した。その後は、ルソン海峡を経て、琉球諸近海で紹介を継続する。12月9日、サーゴは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。1944年1月26日、 サーゴは10回目の紹介でパラン方面に向かった。2月17日夜、サーゴは北緯08度50分統計135度40分、北緯8.833度統計135.667度、13 8.833135.667のコッソル水道北東海域でパラオに向かう。 第7205戦団を発見し、特設旧平線一郎丸を撃沈して、旧油艦沙汰を撃破した。2月29日夜には、パラオニシ水道沖で、陸軍輸送船内出丸に魚雷を命中させ、内出丸は翌日沈没した。3月12日、サーゴは46日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。修理のため、真珠湾に開港された。 4月7日、サーゴは11回目の紹介で、日本近海に向かった。九州、四国、本州の南岸を紹介。4月26日朝、サーゴは、北緯33度31分統計135度24分、北緯33.517度統計135.400度、33.517135.400 33. の大阪湾の入り口。 気水道士、江崎沖で、海軍徴用船は山丸に、魚雷2本を命中させて撃沈した。護衛の駆逐艦旗風は、陸岸近くを航行しており、反撃に対応できず、追撃の航空機も強風に妨げられて、攻撃しきれなかった。4月29日には、北緯33度04分、東計136度17分。 北緯33.067度統計136.283度、3 3 0 6 7十3 6 2 8 3の地点で、若竹型駆逐艦とも応募式艦艇,艇に対して、魚雷を2本発射したが、命中しなかった。5月9日未明にも、北緯33度13分統計140度34分、 北緯33.217度統計140.567度、33.217140.567の八丈島近海で輸送船団を発見して輸送船に対して魚雷を4本発射するも、これも命中しなかった。5月26日、サーゴは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。その後本国西海岸に向けて出港。 メアアイランド海軍造船所で大規模オーバーホールが行われた。作業完了後、9月にハワイに戻った。10月13日、サーゴは12回目の紹介で、小笠原諸島を呼び、琉球諸島方面に向かった。10月25日、サーゴは北緯29度53分統計149度06分。 北緯29.883度統計149.100度、29.883149.100の地点で、5インチ法及び基準によって、特設間指定第13南心丸と交戦。11月10日夜には、北緯28度32分統計131度09分。 北緯28.533度統計131.150度、28.533131.150の地点でこの紹介で、唯一の雷撃が行われる。新型の対戦艦艇と、おぼしき艦船に対して、魚雷を4本発射するが、命中しなかった。12月7日、サーゴは53日間の行動を終えて、マジュロに帰島これが、 サーゴの最後の紹介となった。第一戦任務から降りた、サーゴは、潜水艦乗り組員の訓練任務に割り当てられた。1945年1月13日に、エニウェートク干渉に移動し、そこでは、対潜水艦船訓練の標的艦任務に従事した。戦争が終わると、サーゴは、ハワイを経由して、帰国の音につき、8月27日にメアアイランドに、 到着した。サーゴは1946年6月19日に退役し、7月19日に除籍された。戦隊は1947年5月19日にカリフォルニア州のラーナー社にスクラップとして売却された。サーゴは第二次世界大戦の戦考で8個の従軍聖賞を受賞し、フィリピン共和国主君部台賞も受賞した。 ありがとうございます。